じゃあ、では、LINE Pay からの、どういう Android のエンジニアを今、募集しているかも含めて、LINE Pay の全体の方を紹介させていただきたいと思います。はい。まずは自己紹介なんですけれども、去年10月に入って、そろそろちょうど1年になってるかなと思いますね。はい。で、入社する前には、まあ、いろんな、アプリの開発を担当していたんですけれども、まあ、医療系のアプリや、まあ、証券の方のアプリでも、まあ、結構厳しい経験あるんですけれども、まあ、そちらの経験も持ってって、まあ、それがちょっとベースになって、今、ペイの、開発にも、まあ、なんとなく、ちょっと活かしていくことがなっててよかったなと思うところもありますね。はい。それと、直前には、まあ、同じく LINE グループの他のところに所属されてたんですけれども、まあ、マイブリッジという、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかなとも思うんですけれども、まあ、オンライン名刺の管理アプリの方の、IS ところの担当もしてきました。で、今、現状は、LINE Pay のアプリケーション開発チームの、まあ、管理者、まあ、マネージャーとして iOS、Android の方々を今、担当して、管理しながら、サービスを開発している最中でございます。はい。で、本日のコンテンツの内容なんですけれども、簡単に、LINE Pay のサービスを紹介させてから、組織、体制、続けて、実際のアプリの開発チームのロールの紹介、で、続けて、現在の LINE Pay が目指しているところの方を、まあ、まとめて紹介ができたら、まあ、いいかなと思っているところです。では、LINE Pay のサービスからちょっと、紹介させていただきたいと思います。皆さんご存知通り、LINE Pay の方で何ができるか、まあ、簡単にちょっとまとめてみたんですけれども、まあ、スムーズにチャージができるところの機能はもちろん用意されておるところと、まあ、銀行口座への送金、それだけじゃなくて、まあ、LINE 上の友達に追加されている友達にも、まあ、簡単に、送金ができる機能、まあ、振り込みもできるような機能も、まあ、もちろん提供しております。その中でですね、個人的には、結構便利だなと思っているところが、まあ、機能としては割り勘の機能もあるんですけれども、結構私も友達と飲み会するときに結構使ったり、さらにそれから払うのは、まあ、LINE Pay で払ったり、でするのって結構便利で、もう、まあ、ワレットとかも持つ必要がないような、はい、結構便利な機能かなと、まあ、私は思っている機能も用意されております。まあ、もちろんですね、オンライン、オフライン含めて、どっちからにも、まあ、加盟店のところで、払うことは、まあ、もちろん可能であって、おります。はい。で、そこで加えてですね、手間もかからなく、サービスをすぐ、利用できるようにさせるような、オンラインの本人確認機能、まあ、EKYC と、まあ、ご存知方、まあ、いろいろ、結構いると思いますけれども、まあ、読んでるんですけれども、そういう機能も今提供しております。はい。続けてですね、スマホでの本人確認する方法として、まあ、大きく分けて、まあ、3つぐらいにあるかなと。で、まとめていただきました。で、1番目はですね、本人名義の銀行口座から、銀行口座にもすでに登録されている情報を、まあ、元にして、本人確認ができるようにさせるのが、まあ、1つの、方法ですね。で、2つ目は、顔と身分証を利用して、スマホから直接本人確認をする方法もあります。で、最後はですね、まあ、今後提供予定であるんですけれども、マイナンバーカードから本人確認をする。そちらはそうですね、2つよりもっとリアルタイムで審査も完了できるし、かなりスピーディーで本人確認ができて、自分が使おうとする機能をそのまま使えることが可能になるので、結構いい機能かなと思います。で、まあ、マイナンバーカードからの本人確認って JPKI って、まあ、一応省略して呼ぶんですけれども、まあ、意味としてはそうですね、公的個人認証サービスと、まあ、呼んでいるところです。で、これで、まあ、いろいろ自分でも区役所だったり市役所、役所に、まあ、行かずに、まあ、LINE のアプリだけあれば、もうスマホ1台でもう家の中でさまざまな行政手続きや、まあ、それことも全部
申請して完了までできるようになるので、結構便利な機能であるのかなと思っております。はい。では、続けてですね、2番目で今、スマホで簡単本人確認って書いてるところの、ちょっともうちょっと細かい流れの方を、今回、このセッションで、ちょっと皆さんに紹介できたらといいなと思って、ちょっと準備をしておきました。では、続けて、スマホでの本人確認の流れをちょっと簡単に紹介させていただきたいと思います。まずスマホからですね、本人確認をさせるために必要なことは、スマホから撮影された顔写真と身分証が一致するかの方が、まあ、ちょっとポイントかなと思いますね。こちらで登場するのが先ほどの、クローバーの AI 技術との、前のチームからちょっと紹介が簡略にあったと思うんですけど、そこの、技術を活かして今 LINE Pay で一致するかしないかの、認識をさせております。で、撮影するときにですね、実に、写された顔と身分証ではなくですね、もう、多分、ちょっと改ざんするためっていうか、ちょっと、奪すためというか、まあ、いろいろなケースで、前に撮っといた写真を写して、なんか、それで本人確認をさせようとする、こともあるので、そこもちょっと保持させるためにですね、身分証の実物であることをちょっと担保しようとして、実際、表面と裏、もちろん側面も一緒に撮る仕組みになっているんで、まあ、この図にはまだ載ってないんですけれども、実際、側面の方を、画面上にガイドする、枠に合わせて、実際動きながらそれを撮ってもらわないと、実物では認識させないようになるので、そこで一応本物の方が今映されたとのことを担保するようにちょっと、せっかく性を高めるために、はい、そういうふうな流れもきちんと用意しております。で、そこからですね、実際本人確認、自分の顔を一応また察知してもらうんですけれども、そっちも同じくですね、自分の顔じゃなくて、どこかに撮っといた写真を写して、そこからなんかさせようとする、行為もあるかなと思ってて、そこもちょっと防ぐために、実際、写真を撮ってもらって、最初は、クローバーから、すでに撮った身分証と、今撮られた顔が一致するかどうかの判断もさせてもらいます。まずはそこが、まあ、一つのパスになるかなと思いますね。で、そこからパスされたら、それで終わりではなく、内部的には公認テスト、まあ、読んでるんですけれども、実際ライブニスチェックをさせてもらうことがあるんですよね。で、それライブニステストってどういうものかっていうと、実際に、撮る写真の画面のちょっと下の方にですね、ちょっと可愛いラインのキャラが出て、そこをまあいろんなランダムでなんか動きをするんです。だからその動きに合わせて自分の顔を動かしたり、目をちょっと潰したり、そういうふうに本当に今写真じゃなくて本物の顔を今撮っているようなことをまた保証する、担保するような公認テストも行っておるので、もっとこれから正確性を高めることが、まあ、実現できるようになっております。で、まあ、そこまでやったらやっとですね、まあ、普通に銀行口座の登録時も同じく個人情報、まあ、名前も含めて住所、生年月日、まあ、そちらのいろんな情報をまた入力する画面がまあ現れるので、そこで入力していただいてから最終チェックが、最終確認画面まで通って、やっと審査ができるような形の、になるのが、まあ、スマホから本人確認させる、もう全体的な簡単なフローでございました。はい。では、続けて、今、LINE Pay の今、実際の送信機と体制の方を簡単に紹介させていただきたいと思います、ね。LINE Pay の方は CEO である前田さんの中心にして、大きく9個の、グループに分けております。さらにその中で、今、アプリ開発チームとは、サービス開発センターの配下の3つのグループの中にある、サービス開発室、の配下に所属されております。で、その中で開発1チームと開発サービス、サーバー開発チーム1、2とアプリ開発チームと技術支援チーム、全部で4つにグループ分けておるんですけれども、まあ、
正直、最近、この葬式がちょっと、新たに改善されたんで、そういうふうに今はなってますね。で、それで今、まあ、映った通りに、開発、アプリ開発チームの方のメンバーの方が、今、開発エンジニアの方もちょっと不足であって、まあ、いろんなルートを含めて、募集しているサイトなので、ぜひ、興味持っている方いらっしゃったら、ぜひ、募集していただくと、まあ、ありがたいかなと思います。続けて、実際 LINE、Pay のアプリ開発チームのロールが何かというと、まあ、簡単に説明させていただきたいと思いますが、そうですね、全体的には、まあ、大きくは、まあ、Pay の全体機能を KR の Pay チームと日本の Pay チーム、2つに分けて、まあ、担当しておる形です。その中で主に JP の方が担当するものは、まあもちろん、まあ比率としては半々ぐらいかなと思うんですけれども、さらにですね、その中に先ほどの紹介させていただいた EKYC 周りの、まあ、結構重要な本人確認、まあ厳しい、セキュリティ的にも高いところですね。で、それはまあやっぱりさすがに国内の JP チームの方で主に担当、同じ部を持って担当しているところです。それと今、リリースの方を予定している、まあ、マイナンバーカードからの本人確認機能の方は、まあ、もちろん 100% 同じくを持って今 JP の、方で今担当しております。そこからさらにですね、最近、まあ、ご存知の方いらっしゃっておると思いますけれども、PayPay との経営とは統合があって、まあ、Z ホールディングスの方に統合されたんですけれども、そこによって PayPay との統合、まあ、サービスの統合ですね、の方の担当も、まあ、JP の方が主に担当することになることなんで、今のところは韓国のチームよりは結構、うん、そうですね、いろんなところに担当しないといけないので、より、まあ、より多いエンジニアの方、方のポジションがちょっと求められているところかなと思っているところです。はい。で、まあ、他のチームからにも同じく紹介があったと思うんですけれども、基本的には、まあ、こういうような環境で、今、Android は開発されているところなんですけれども、まあ、もちろんですね、これでもうずっとこれ、まあ、固定で、まあ、今後もこれでずっと開発しますよ、とのことでは絶対なくてですね、毎週、Android 開発エンジニアたちが、まあ、集めた、コミュニティが、まあ、あるので、そこで、まあ、最近、の最新トレンドや、また Google 様がこれを使ってほしいとか言われたものに対してどう導入すればいいかの方を活発に今議論されながら、まあ、いいものはぜひ LINE の全体の仕組みにも導入しようとすることは、まあ、毎週毎週皆さん活発に議論されてて、いいものは導入されたりするので、日々環境の方は更新されて、まあ、いってる ところかなと思っております。はい、これから LINE Pay が目指しているところが、まあ、何かと紹介させていただきたいと思います。大きく2つかなと思いますけれども、まず1番目は先ほども少し紹介した通りに、Z ホールディングスへの経営統合によって PayPay とのサービス統合によるスマホ決済サービスの拡大の方が、まあ、主な目指しているところかなと思ってて、まあ、その中にも各 LINE Pay サイドと PayPay サイド、それぞれが持っているメリットを、まあ、一つにまとめて、まあ、ナンバーワン決済サービスのアプリ、まあ、PayPay の方はそれはスーパーアプリって今、まあ、読んでるんですけれども、そういうようなことが実際達成できるようにちょっと頑張ろうと思っているところです。で、続けて2番目の方は、結構今、かなり力を入れているところで、そうです。スマホ1台で全ての方が、まあ、完了させるようなところを今目指しているので、そこでさらにそれを実現させるためには、より高い認識率を、まあ、持たないといけない。また、オペレーターとの業務のシステムの方も改善して、よりスピーディーに本人確認をできるようにしないといけない。両方な今課題も持ってるし、そこの方をもっと改善しようとして、まあ、日々皆さん頑張っているところでございます。はい。最後なんですけれども、で、スマホの決済の、
全体のマーケットの規模はですね、まあ、2020年度を経て国内利用率が4兆2003億円ぐらいになって、もう前年と比べてですね、約3.7倍くらいに大きく伸びたところがあるんですけれども、こういうふうにですね、まあ、急激に巨大化しているスマホ決済のマーケットで、やっぱり自分の身を入れて、活躍しながら、自分が、まあ、夢にした次世代の決済サービスや、またより便利な手足サービスを自ら作って出したい、みんなにちょっと使ってもらいたい気持ちを持っているエンジニアを、まあ、お待ちしておりますので、ぜひ、LINE Pay への募集の方、まあ、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい。では、それではこれで終わりにします。